live and let die. 次は 1P 側は YSK、 2P 側は、まあ、8列に怒られるかもしれませんけど、モンテの番人ガン。さあこれはこのブランカを止めたいが、ピオールよって大大大レクトが届かない。これはね、ゴースきついですよね。しっかり見ている。合気がきついからといって気分を当てても別にそんなにいいこともないんですよ、ね。まあ、ここは残念ながらキャラ差というかキャラ相性というか。あ、ブランコはやっぱりきつい。相手が YSK ブランカ、しっかり見ている。これはきつい。距離を取りたいがずっとここは行っている。さあやばい。なんで陽介ここに来て仕上がってるんですか。あ、大将はサガット対ブランカ。あ、もう裏回り設定しかない。チューキック、ちょっと反応が遅れた。ここはザクラレイとキャノンゲージを使う。さあこれはギリギリ届かなかった。暴れ返してなんとかブランカを止めて、これはあるね。この次次第のとこはありますけど。サガット、サガット、白いパンツのガンサガット、黒いパンツ、黒い体の YSK サガット、投げてアパカ。お互いコッパンが早い。あーっと痛恨のミス。下がって、あ、割れそう。ちょっと待って、距離を取って、あ、割れそうだが割れない。あ、割って、キャノン、キャノン。あ、しっかり前提を止める。これはガンピンチ。中キックで割って、中キック勝ったのは YSK。 まあブランカが全てですね。トライアゲンキー。じゃあ一周して、さあそろそろ残り試合数も少なくなってきましたが、 1P は大塚、 2P 側はもう見てる通り大道楽。どう見ても大道楽です。本当にありがとうございました。なので減らねー、減らんねえ、全然減らへん。さあめくって、おっとコンビが出ない。ガーキャン地味にね、ライデンのガーキャンすごい性能いいんですよ。この橋はきつい。あ、中盤がきつすぎる。投げて、投げがすごい減る。めんどくせえこのキャラ。あ、中堅か。この C アテナが何かあるでしょうか。スーパー包容力食らったらびっくりするぐらい減ると思うんですけど、決め打ち中盤包容力のリスクリターンがまるで合ってないし、当たればめっちゃ減る、ガードされてもせいぜい、まあ、アテナなんで強パンぐらいポリッと。全部使う。全然減らんけど全部使う。もうあれ高性能なんで。あ、超いい勝負。大パンこすりが速い。なんだこの勝負。あーっと飛びが刺さって、あ、これきついぞ。準備対サガット。
春輪の現状はマンタを探すとは2本。さあ大挑戦、さあ何が見えた、めんどくさい、近づかれるとめんどくさい、あーっと見えない、おーよく引っ張ったのは大道楽、ボッチャン対陽介、何の勝負やこれ。 This is gonna be a match to remember. これはある意味レア、ボッチャン対 YSK のサブキャラ勝負、まあキャラ的には YSK ですよね。だけどボッチャンこういうワイワイイベントなんだかんだで毎回いい結果残してるんで、この間の N グル限定も優勝してて、 K グルの K アレ禁止っていう名目上一番きついはずやのに優勝っていうね、まあ全キャンなしの方は残念ながらっていう感じでしたけど、まあもう一回やったら結構違う結果出そうですけど、まあ C 強はね近づかれた時の火力すごいんでね、こっちゃの暴れがめっちゃ速い、あっと虫が出ないけど振り向きは出る、そこでキャノンをぶっ放す、虫っきをぶっ放すがこれ発生遅いんですよあれ超遅いんですよ、あのケーブルとか使っててうわっと思ってジャストしたらジャストが間に合うっていう、あー下がった下がった、これはサブグループとはいえね、ボッチャンは負けられないですよね。で、YSK 下がっても結構サブキャラで使ってること多いと思うんですけど、押しているのは YSK 下がった、ちょっと K とは使い勝手が違うか、あ、ピヨって、うーわ、シーレイドっていうか、よく見たらボッチャン対象が豪気、大将レシオに豪気対ぶら下がいより、ジャッキーに対してアパカ、もうこれはねボッチャン攻めるしかないんですよね、こうなると。ただ攻めすぎると火力がないんで、火力でも体力もないんで、さあしっかり垂直ジャンプに昇竜、あーっとゼロドットか削れなかった、あー上り残空タイプ、これならチキンガードも安心と、これもきついぞ、豪気ブランカ大豪気、こいつを止めればワンチャン、下手すりゃここで終わる、さあ転ばして、あ転ばせで、ね、竜巻、あ浮き攻めは、あーっとステップが出ていない、その場弱パンから無理瞬足、これは折れる、これね、あのローリングの反撃がローリングチキンガードして強竜巻とかそういうのしかないんですよ、これはもうどうしようもない、恐竜もう絶望、竜巻恐竜、最後はチューキック勝ったのは YSK、 じゃあ F 決対よ俺、 Live and let die Fight、 You can feel the calm before the storm has to round it in、
is about to explode. Fight! Is about to explode. Fight! Wow! これ、SK対キツネですね。イオリがキツネ。ザクザクザク。やんばらい。さあ、お互い、波動を打つモード。今の、全キャン、やんばらいはすごい、あれですね、アグレッシブ。アグレッシブですね。先に大将、引きずり出されたのは FK だけど、一瞬の大将は、キムと、ダメキサーのキャラ。しかし、キムは、あれですね、下がったの大ジャッパン当たらないが意外と面倒くさいですね。うざったいっちゃうざったいでしょうね。これさあ、キツネの狙うはもちろんエーパカ。これレシオ2なんですね。えらい体力減ったからレシオ1かと思ったけど、あーさあ下がっとはジャックジャックじゃなく下がっててもあれ2サイドまで繋がると美味しいですね。これさあ、しかしやっぱりきついね。これはさあ、キツネは何を狙って、あーさあキャノンが出ない。生キャノンでよかった。さあどうする。さあ差し返しできない。さあこれコンボの鬼 FK、 コンボの鬼 FK、 コンボ制だ。全員1まである。勝ったの FK。 Live and let die。 ダルヒーダルヒー。さあイーグルか、イーグル。ああシーグルのイーグル対シーグルのイーグルですね。これさあ、ジャンプスーパンチタイプ、スクータイプ強いですね。さあお互い大振りな技を、ね、いかにどう相手に当てていくかっていう感じですね。これジャク止めて、ジャクジャク。さあお互いちょっと怪しい、分かっていない。差し返しはしっかりしてる。さあ多分これお互いイーグルあんま分かってないですね。イーグルの使い方も分かってない上にイーグル戦も多分分かってないからものすごいグダってます。あーコンボ出ない。反撃はしている。さあ分かってない、やっぱり分かってない。なんでイーグル使おうと思ったんですかね。あっ分かって、反撃分かってない。あっこれ出しとこれ出しとくちゃうかっていう感じになってますけど、さあちょっとひどい、全然減らんな。あれさあこれはひどい。これは2001年の格ゲーとは思えないですね。This battle is about to explode. Fight! さあそしてマキザー全キャン原稿。This is gonna be a match to remember. Fight! マキ対マキ。この人たちは一体何なんだ。うまい、やり込んでる。ライさんや、ライさんやった。誰やと思ったんだ、ライさんだったね。納得ですわ。さあひどい、これはひどい。ライさん実はマキで一回 VIP の大会優勝したんですから、ね、某シグマさんの命名したカプコンバトルロワイヤルっていうすごい、ね、今思い出すとちょっと顔が赤くなるようなネーミングですけど、優勝、ライさん優勝だわ。準優勝ですね。優勝デソラーですからね。どんなんやと。
どんなやねんって、デスロさんちゃんとあれですよ、強い人ですからね、そこそこ。うまいな、やっぱ、なんだかんだ言ってメインキャラですね。やらしい、やらしい、今のは、投げれん散歩ってか、やらしい。あれのめっちゃ好きだ、僕。今ただね、メインキャンかかってましたね、ローリング、あの、後ろロールに。この量はどうなんですかね。ひどいっすね、なかなか。それ弱勝利で割ろうとしてるのが、まあ、丸見えですね。いや、僕最近思ってるんですけど、カープ S は多分カプコンキャラ調整終わって SNK キャラの今日よりあたりでもう結構締め切りが近づいてきたから、その後できそうになったんちゃうかな。だから多分響きが最初に調整したとかそうなんでしょうね。いや、調整してないからあんな風になったかもしれない。さあ、こっから量がなんかあるんちゃいますかね、これ。なんかもう俺パナスキ、コパン当ててパナスとかそういうケースが思いつかないんですよね。最後タッチダークキック。お、平田さんいらっしゃい、平田さんいらっしゃい。